こんにちは、ネイル・ソラです。今回ですね、キング・タクティクスというゲームをプレイしていこうと思います。これですね、先日紹介したですね、ローゼン・ケーニヒというゲーム、オーブ・ザ・ローゼスかと一緒でございます。はい、ゲームの目的、連続した人情を獲得したプレイヤー勝ちますみたいな。こっち赤、あっち白ですね。で、軍旗ってなってますが、まあ、矢印書いてある方向に真ん中のコインみたいなのが動きます。動くマス目は上に書いてあるローマ数字の数です。タップすると1個動くぞと。あ、まあまあそれも説明されてますね。はい、ディディッと、とりあえずまあ一回受けてみましょう。説明に従ってね。でですね、すでに占領してるマス目、単独マスの占領も多くのポイントを獲得できますと。どうしたらいいんだ、これか。はい、で、飛び石でね、はい、まあ飛び石でっていうか、まあ、つなげれば点数になりますよっていうことです。はいすげえざっくりだな。はい、お、はい、でまあそうなんですね、うん、まあいいや。なんかちょっとこの間でチュートリアル今プレイしてますけれども、音楽聴いていただくと分かるんですが、これ昨日紹介したですね、ローゼン・ケーニヒというゲームとですね、音楽まで一緒というですね、でですね、なおかつ出してる会社一緒なんですよね。で、前回に最初に出したローゼン・ケーニヒの方がなんかこうすごい良かった気がするのは気のせいかみたいなはい、まあいいや。はい、そうですね、このゲーム相手の陣地をですね、奪うことができます。もともとのローゼン・ケーニヒは4回交換できるんですけど、なんかこれ見る限りだと 2体なのかな。うん。だそうです。まあ戦略みたいなの書かれてますが。で、多分右側に書かれてる9って数字が残りの枚数ですね。多分なんで、まあローゼン・ケーニヒよりも少し簡単になってんのかな、うん、ルールがより簡易になってるような気がします。そのもともとのローゼン・ケーニヒは 4回なんで、あとこの置けるマスも52コマ置けるんですが、52あるかな、
あるかな、まあいいや、まあでもまあ、はい、という感じでチュートリアル終わりましたと。ゲーム、ちょっと無料ゲームできるかな、できないのかよ。はい、若干めんどくさい。木や石のあるブロックは占領で奪い取ることもできませんと。まあなんだろうな、ローゼンケニヒの基本ルールは一緒なんですけど、こういうまあプラスアルファの要素がちょっと入ってるっていうのはまあ面白いところかな。ただまあそれも前のローゼンケニヒもあったので、まあそんなにあれなんですけど、はい、でこれ370円かな、買った時なので、なんだろう、まあ、高くはない、うん、安いです。もともとのローゼンケニヒとかいくらするんだろう、3000円とか4000円ぐらいするんで、まあ、それに比べればお安めですっていう感じですかね、うん、ただアプリだとこうやって消えちゃってもう一回買わなきゃいけないとかもあるんでね、ちょっとその辺は悲しいところではあるんですけども、はい、まあそれもまた一興ですかね。で前のローゼンケニヒは結局そのもうアプリおまけターゲットのマスをタップするとそこに移動することができます。そうなの、ああそういうことね。元のアプリはなくなってしまったんで、多分対戦とかはしづらいのかなっていう気はしますが、これ出たばっかりなのでまだいいのかなと。あと出してる会社がまあ同じなんですよ。なんでまあ著作権的な部分もまあ一応セーフなのかまあわかんないですけどね、はい、特に問題はなさそうな気はするので、そこは全然いいかなと思います。で、まあ、出してる会社がカタンとかを出してる会社なので、まあまたもう一回出す可能性もあるかなとは思うんですけど、元のローゼンケニヒも結構出たの前なんで、まあそう考えると、まあ別にその悪いこっちゃないかなとは思ってますけど、あと2個だって、ね、まあ相手ひっくり返せないんでね、まあこれも結構余裕がちかな。まあコンピューターは最初のやつは結構強かったんですよ。その一番最初に出た。なんでそれに比べるとまあ弱いかな。ただちょっとこれシナリオモードでやってるんで、多分そんなに強くないのではないかな的な気はします。これで多分無料ゲームができる。で、あとオンラインもできるようになりました。はい。という感じで、ちょっと今さっきこれダウンロードしたばっかりなんでね、勝手が分かんないとこもあったんですが、ローゼンケニヒをプレイしたいなと思ったら、今アプリでこれキングタクティクスって名前で出てますっていうのを、まあ、ちょっと紹介したかったのと、あとまあオンライン
っと押してみましょうか。いいのかみたいな。ああ、サインインが必要なのか。名前を入力って書いてあるな。ちょっとね。ねる。そうだ。ログイン。はい。作っちゃった。お、なんか、あっさり作れそう。作れそうか？お。ほいほい。あ、これはいいですね。ランキングリストとりあえず見てみましょうか。お。と、あんまプレイされてないって。マジか。ちょっと。ちょっと一回ここで。かそってんな、おい。まあ、いっか。ちょっと無料ゲーム。あ、難易度こうありますね。多分これ、多分難易度も前と一緒な気がします。この前に出してたら、ウォーズ・オブ・ザ・ローズっていうゲームと。はい。という感じで、今回ちょっとキング・タクティクスっていうのをちょっとやってみました。はい。なんだろうな。まあ、元になってるゲームも、あって、あとこのゲーム、個人に実は結構好きで、友達とも結構プレイしてたんですよ。これ、オフラインマルチプレイヤーとか、あ、できる、よかった。その、あれですね。44になってますね。フルルールになってるやん。よかった、よかった、これも見れて。なんだろうな、このゲーム私一番いいなと思ってるのが iPad とかが1個あって、それって対面でできるんですよ。そこが個人的にめちゃくちゃ好きなところで、 iPad1 個持ってれば、まあ、他にも同じようにできるゲームいろいろあるんですけど、どこでも楽しめる、まあ、1対1ですけどね。なんでそのなんだろうな、まあ、移動中とかその電車の中でとかってなると、こうオンライン系のゲームってやっぱ電車とか乗ってると難しいですし、まあ移動中とか難しいし、ちょっと電波の悪いところだと、まあハイス Wi-Fi とかちょっとないところとかだと、やっぱりそのオンライン系のゲームって結構きついんですよね。ラグとかもあるし、でこのゲームはオフラインでこうやって2人で楽しめるんで、個人的にはすごい好きで、まあお酒飲んだ時にこうやったりとかするのは、なんか個人的にはすごくいいかななんて思ってます。ルールすごいシンプル。自分のターンにできるのは、カードを出す、カードを使って交換を動かすか、その、カードを引くか、だけしかないんで、することは。で、一回プレイすれば、はい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 、そういうことねっていうのが大体分かってくると思うんで、まあいいゲームかなと思ってます。はい、ちょっとね気になったんで、ちょっと一回ダウンロードして今プレイしてみたんですけど、まあほぼ一緒でしたっていうことです。はい、メインメニューかな。はい、という感じで、なんかオンラインもできるみたいなんで、まあちょっとこれから一回やってみようと思いますけど、多分繋がんないんじゃないかなと思います。はい、ちょっとオンラインできたらそれはまた別で紹介したいと思います。ということで、今回はキングタクティクスでした。ではまた。